力士に聞いてみた。今回はですね、元宮城野部屋の大和田さんに来ていただきました。大和田さん、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。バクさん、ご無沙汰してます。ご無沙汰です。2段で俺でいいの？何ですか何ですか？いや、2段目って俺でいいのかなと思って。いやいや、もちろんもちろんですよ。何言ってんですか。大丈夫、いいですよ。はい、なんかちょっと、ね、照れくさいですね、こうやって話すのね。照れるよね。もうやめられてどれぐらいですか？8年目か。あ、もうそんな前になります。8年前。もうそんな、俺が30の年で、うん、7年ぐらい前。ああ、え、今、7年前か。何歳になったんですか？38。それで30歳の時に辞めたってことですか？そう、31になる年に辞めたから、そうだね。うん、あ、なるほど、なるほど。で、もう、バクさんはもう横綱のね、白鵬関の付き人をずっとやられてたので、すごい仲良くさせてもらってて。ああ、はいはい。で、そもそもそのみんながね、宮城の部屋みんながバクさんって言ってたじゃないですか、バクちゃんとか。ああ、そうね。うん。で、僕も自然の流れでバクさんって言ってたんですけど、そう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 。なんでバクさんですか？ね、本名大和田でしょ？はい。で、下の名前健一って言うんだけど、はい。で、たまたまその入ってきた部屋の、兄弟子っていうか、ジルの関取に工房関がいたんですけども、はいはい、工房関の下の名前が健一だったんですね。はい。みんな健一って呼べないじゃないですか。ああ、そうか、はい。はい。でそれでたまたまその大和田って言ったら、そのバク、タレントさんにいるバクっていうふうにバクって呼んだ人がそのマネージャーの 方で、あ、へ、そのマネージャーの方がバクって言ったからずっとみんなバクって言った。あ、だからもう、大和田バクさんからとってのバク。そう、そうなんですよ。自分的には深夜が良かったんですけど。大和田深夜さんの方が良かった。そう。でも、まあ、バクでもいいやって。まあ、バクでもね。そうです、はい。バクさんって、本当懐かしいですね。こうやってなんか、とうとうとちょっとボケるバクさん、なんか、すごい懐かしいな。え、ちなみに、うん、バクさんは、相撲界を辞められてから何をしてるんですか、今。今は、内装業者、建設関係なんですけど。あ、ええー。内装の方が。内装業。内装業ですね。それはもう。マンション。はい。すいません。マンションとかの新築の内装、まあ、下地から、仕上げまで全部、はい、やってます。すごいですね。現場管理みたいな感じですね。はい。全然、本当にこんなこと言うの申し訳ないですけど、バクさんが真面目に仕事してるの想像つかないですけどね。はい。いや、一応お真面目にやるでしょ。一応仕事は。うん、仕事は。え、それはもう辞めてからずっとそこの会社で働いてるんですか？いや、一回うちの親父のところで働いて、去年の11月に今の会社に。あ、なるほど、なるほど。実家もその内装業やってるんですか？そうそうです。あ、そうなんですね。はい、じゃあもうゆくゆくは後を継ぐみたいなことなんですか？まあ、流れによってですね、はい。あ、その時は社長よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ただただ照れるのやめてください。いや、もう照れるよ。こんなの俺ズームって言われた時な、分かんなかったから。初ズームですか？初で。ありがとうございます。あれよくみんながオンライン飲み会ってやるようなこれでしょ？はい、そうです、そうです、そうです。うん、あ、このことかとかって。だから今後はオンライン飲み会できますよ。俺はあんま飲まないんだよね。あ、え、そうでしたっけ、バクさんって。飲まないんでしたっけ。俺、酒弱いよ。あ、そうなんだ。いや、なんか結構飲んでるイメージはありましたけど、そうでもないんだ。いや、そうない。もう、横断に止められてたもんね。あ、お酒を。うん、そう。なるほど。で、今は、一人暮らしの家から
ズームしていただいてると。うん、あ、今実家。あ、実家からありがとうございます。すいません。休みの日の朝に申し訳ありません。ちょっとそもそもね、バクさんの人となりを聞きたいなと思って、今回、はい、ズームさせてもらってるんですけど、はいはいはい、まず、この相撲を始めたきっかけというか、いつから相撲を始めてました？22? あ、22歳から相撲を始めて。そうそうそう。すごい珍しいですね。そう、珍しいでしょ。はい。知らなかった。その22歳までは何してたんですか？ずっと柔道。あ、柔道をやってて、うん、そう。で、大学までってことですか？そう、大学まで柔道やってて。あ、そうなんだ。もう、ガチガチでやられてたんだ。そう。で、まあ、なぜ相撲やったのって話になるけど、うん、俺が中学の時、うちの親父がたまたま、その、今言ってたように内装業、建築業やってるって言ってたけど、その宮城の部屋の部屋の近くの現場があって、で、うちの親父と親方が仲良くなって、で、俺その時中学生じゃん。ずっと誘われてたんだけど、でもずっと柔道やってて、で、でその間、結構部屋に遊びに行ってたのね、高校とか大学とか。で、それで、ほら、大学ほら、もう卒業するときに、もう親父のところで働くってなってたから、で、もう部屋の人がね、親方が、まだまだしつこく来てたから、だからほら、やらずに、やだっていうより、とりあえずやってから考えようと思って、で、入ったの。すごい経緯ですね。そうそう。そんなことあるんだ。そう。お父さんが宮城の部屋の近くの現場で、で、たまたま親方と仲良くなって。そう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 。すごいなぁ。そう、マジで知らなかったです、それ。じゃあ、もう中学ぐらいから宮城の部屋のことは、もう知ってたし、意識もしてたんですね。知ってた。うん、だから、知ったから、ほら、その時まだ横綱がいない時で。うん、ほら、その時は十両か若林関とか、小関とかしかいなかったから、うんね、結構、千秋楽とかもこじんまりした部屋の中でやるような感じだったので、ね。はい、はい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 。で、俺が高校の高2か高3だったかな。はい、その時、その当時まだ十二段か十六口だったか忘れたけど、横綱がいて、当時のね。で、その時一緒に相撲を取ってたの。その、ね、ジョニー団の時の横綱とバクさんはその高校時代遊びに行って。そう、相撲取って、で、ほら、で大学生になっちゃう、俺、はい。大学入って、で、あの時の人が、なんか親父経由でね、なんか柔道になったとか、幕内になったって言うじゃん。はいはいはい。でもね、俺テレビで見んじゃん、それ NHK で。はい。俺、体とさ、一致しなくてさ、あんなちっちゃかった人がこんな大きい人になれるのかなと思いながら俺見たの。でも一応ほらテレビではさ宮城の部屋って書いてんじゃん。はい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 。だからでもやっぱこの人だったのかなと思いながら見たんやろう。もうすごいよね。あの時あんなちっちゃい人がこんなでかくなるのって。あ、もうそれぐらい最初細かったんですね、横綱って。そうそうそう、うん、だからこのその4年間ぐらいの成長のスピードがえげつなかったんですね。そう、子犬が大型犬になったとかよくあるけどさ、人間にもそんなのあるんだと思ってさ。でも実際やった師匠の意見は本当そうなんですね。そう。その時高校時代行くわけじゃないですか、部屋に。うん。その時は横綱のジョニーダの時の横綱の、うん、強さはどうだったんですか？いや強かったね。強かったっていうか、うん、技があってはね。もう、うん、その全然勝てなかったもん。番付はジョニーダンとかだけど、やっぱり強さは垣間見えた。うん、全然もう技うまいなと見ながら。へえ。その時ね、変な話だけどね。まあすごい、まあそもそもね、うん、DNA とかも素質もすごい人でしたもんね。うん。まあそれでだから大学卒業して宮城の部屋に22歳から入る。そう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 。
で、その時はもう、うん、相撲ほんのちょっと遊び程度でやってたぐらいで入ったってことですね。そう。だから本当もう柔道しか分からない人間だったから、ね、うん、で柔道から相撲に行くときって全然違うことになっちゃうんですか。全然違う。あの使う気に不自由し。なるほどなるほど。うん。ほら。そうか。柔道って膝とかついても別に負けじゃないし。ああ、はい、でも相撲を負けだしてみたいな。それで入ってみて相撲を取ってからはどうだったんですか、最初の方の成績は。負け越し2場所ついたんだよね。あ、最初に、はい。うん、で、あと勝ち越しして、やっと12段抜けてみたいな感じ。で、あの、バクさんって最初、序の口、うん、で、3勝4敗じゃないですか。うん、で、その負け越したんですけど、次ちょっと番付上がってますよね。あ、序二段？あ、序の口？序の口です。まあ、序の口ってさ、あの、下から上がっ、あら、前相撲に入る人もいるし、いるから、負けても、負け越しもちょっとずつ上がるんです、ね。ちょっと上がるんですね。そう。なるほど、なるほど。序の口の場合は。ほうほうほう。で、その、最初の方で、ちょっとその、これ大丈夫かなとか、ちょっと自信なくなってるかなかったですか。まあ、それあるよね。ですよね。22歳から経験のないところに入るって。うん。まあ、それあるけど、まあ、やってたね。それはなんでやってたんですか、その。うん。まあ、あとやめたかった。やめたくて、すかしたりでもあったけど。はいはい。うん、なんだろうな、部屋人数少なかったんだよ、すごい。ああ、そう、だから今の宮城の部屋ってもうね、すごい強豪部屋のイメージありますけど。人多いし、今。そう、そうですよ。今すごいですけど。その当時は少なかったんですか？少なかった。だって、若い人でも4、5、4人とか。とかにします、すごい。そうなんだ。だからもう。ほら、で、こうん。4人しかいないくて、で、ほら、で、横綱、あ、その時も大関か。大関でしょ。で、竜王関でしょ。はい。で、公募関でしょ。はい、そうか。それに対して 4人でつかなきゃいけないわけでしょ。大変ですね、それ。うん。で、逆にこれ、俺が辞めても、みんな大変になっちゃうから。まあ。そうか。まあ、とりあえず付き人の仕事覚えなきゃなって思ってね。はい、もうその仕事量多いけど、辞、うん、めたらもうとてもじゃないけど他の人に迷惑かける。うん。すごい責任感ですね。そうだね。だからようやったなと思うよね、今ね。いや、話聞いててもそうですね。だって付き人、一人の関取でも。結構ね、てんやわんやしてる付き人見ますけど、うん、それを三席取り4人ですもんね、若い衆。で、それで、ほら、普段稽古、回しとかさ、干したりさ、はいはい、稽古タオルとかもらったり、部屋の掃除もあるでしょ。はい。うん、それも、はもう、それもプラスされるわけだから。そうか、すごい大変。で、何が一番嫌な作業でした、その付き人時代。付き人時代、なんだろう、部屋の掃除、まぜ、なんだろう、特にないんだけど、もう全部やらなきゃいけないから。あ、そうか、そうか。逆にそこで空を覚えたら全部嫌になっちゃうから。マジで浅はかな質問してました、うん、僕。そうですね、確かに嫌って思ったらもう全部嫌ですもんね。そう。で、そのさっき、ちょっとすかしたって言ってましたけど、うん、まあ、すかすってことはもう、その、脱走したってことですよね。そう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 。それは、どのタイミングで脱走したんですか？
2回だっけな、2、3回やったんだよ。なるほど。もうだから覚えてないんだ、どのタイミングか。うん。最初がね、はい。なんだろう。あ、最初覚えてるわ。最初は、なんかね、これ多分18禁にした方がいいよ。あ、ちょっとその過激な内容ですか、原因が。うん、過激だね。えって言い出した。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、その、一回 P 入れま、その、必ずこれ編集はするんで。これ編集するでしょ。はい、だから、入れれなかったら P 入れます。か、もう全部カットにします。うん、で、違う理由聞きます。すごいな。やっぱその時ってまだね、その相撲界もその豪快さがね残る時代ですもんね。そうそう、うん、それがもう1回目の脱走、うん、まあ そうそりゃそうなりますね、普通に考えたら、うん、で2回目は忘れたんだけど、はい、3回目は覚えてる。お、3回目ってのは俺が相撲取りやって3、4年目と5年目、はい、あ、辞める1年ぐらい前かな。あのね、ほら横田今北海道のさ滝川市でなんかお米作ったりしたでしょ。はい、お米作ってますね。うん、で、稲刈りで10月その滝川市に行ってやってたんだけど、行ってそのイベントがあって、で、って一緒についてたのね。で、その次の、その帰ってきた、その次の日、もう巡業に出発しなきゃいけないっていう話、いう予定だったのね。で、その大体ほら、秋巡業、10月って、そのまま巡業回って九州入りするから、はい。で、ほら、要は九州で使うような荷物とか用意しなきゃいけないでしょ。うん。で、それってさ、普通に考えてさ、滝川市に一緒についてってる俺じゃなくて、うん、違う人やんじゃん。はい。やってないわけよ。みきおさんいんじゃん。みきおさんやってないわけよ。はい。で、それでさ、もうとりあえず一回滝川市から帰ってきたその日、夕方とかなんだけど、うん、ほら、横田様と用事あるから、みきおさんに代わってくれって言ったの。うん。変わらないよね。来なかったの、みきおさん。でさ、そしたら、俺、部屋帰んのも10時とか11時ぐらいじゃん。うん、それからさ、俺、九州の荷物を用意してできる？まあ、できない。巡業の用意もしなきゃいけないし。はい、だから、一回逃げたよね。そりゃそうですね、もうね。うん、もうキャパオーバーですね、明らかにね。うん、俺これささに無理だと思って。そうそう。もうそういう理由か。全部なんで真っ当な理由ですね。うん、で帰ってきた帰ってきたで、みきおさんいなかったんで飲みに行ってたの。どこ行ってたんですか。九州の湯もしないで飲み行ってたのね。そんな俺もう切れるじゃん。はいはい、嫌になるじゃん。嫌になります。だから一回逃げ出して、部屋巡業で誰もいなくなった時に俺戻ってきて、ああ九州の用意をして、でちょっとで俺一人で九州行って、先にマネージャーの方が先発で乗り込んでるから、はいはいはい、そこで俺はマネージャーの方に怒られるっていう。ああ、まあね、それまあそりゃそうか。まあそのこうね、客観的に聞いてる分には笑えますけど、うん、本人からしたらもうなめんなよっていう話ですもんね。そう、でも俺が悪いわけじゃん、すかしてから。まあ、まあまあまあ最終的にはすかしたお前が悪いって言われちゃうと思うんですよね。でその時誰かに言いよって言われたから、はい、すかす前に、あ、はいはい、あ、ちゃんとその理由ってたのね。放火法ってやついいんじゃん。誰です？あ、放火法、はい、うん、放課後に俺すかすからって言ってちゃんと予告はしてたんです。
予告の透かしってあるんですね。うん、だから俺別に黙っていなくなったわけじゃないわ。ちゃんと俺いなくなるからねって言ったんです。そうかそうか。ちなみにその僕、この透かした人に話聞くの初めてなんですけど、このどこに行くんですか、透かして。家に帰るんですか、実家に。いや、帰んない。あ、どこ行くんですか、その何日間か。近場、満喫とか。うん、あ、満喫とかで、ちょっとこう、1日ぐらい時間潰して、うん、そうそうそう。あ、で、タイミングずらして、誰もいないときに帰る、部屋に帰るみたいな。うん、あ、そういうことか。なるほど。だからもう、その、やめるつもりは全くないってことですよね。だから、すかす。ちょっと家出みたいなことですよね。うん、あ、でもその最初、最後は本当にやめたかったから。あ、なるほどね。そうか。もう全部嫌になって。だって、3回目なんて、みきおさんが悪いのに、俺が悪いことになるじゃん、したらから。何をしてないよ。もうやってらんねえっつって、うん。そうなんだ。それで、相撲の方は、うん、まあ、言っても、その、やっぱ、関取もたくさん、三関取ですか、うん、いるわけじゃないですか。で、自分の相撲の方はどうだったんですか、うん、中盤ぐらいは。3代目に上がったのが多分3、4年後ぐらいだったんで。あ、はい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 。うん、まあ、そこから行ったり来たり。ああ、うん、まあ、まあ難しいけど、ね、そこでうまく両立するしないとね。あれだったけど、まあ、途中からもよ、もう付き人をメインで頑張ってたかもしれない。ああ、なるほど、なるほど。うん、もうその付き人業の方が忙しくなってきたってことですか。うん。ああ。で、でもまあ、その、はい。うん。でもまあ、そこでね、別に、関取やめ、関取やめてもあれだけど、まあ、その次、目標とかいろいろ考えてやってたから、うん、まあ、何を考えてですか。そんな、ほら別に やめて、やめてもね、ほらこうやって付き人でやってたってことは、ほらいろんな人をすり合いたり、うん、まあ、まあ、横綱の付き人じゃないかけどできない経験とかあったから、まあ、そういうことを逆に一生懸命頑張って覚えようとはったよ。ああ、なるほどね。うん、本当にそのよく一緒してた時とかって、うん、朝まで飲むし、うん、で、その必ず付き人の方も最後までいて、うん、で、その一緒に帰って横綱と一緒に帰ってとか、うん、その稼働時間でいうとえげつなく長いわけですもんね。うん、で、それを、うん、もうやっぱ、あ、なんかプラスになるなと思わないと、確かにこれは大変な仕事だなと思いましたね。うん、まあ結局ほら全部嫌だ嫌だって思ってもあれだから、逆にそこで楽しさを見つけようっていう。なるほど、うん、そうか、そうですよね。だと今日ついてて何食べれるのかなと思いますか。はいはいはい、そういうふうに逆にプラスで考えようと思って。なるほど。そうじゃなきゃやってないね。で、そのちなみにそういういろんなところ会食とか美味しいもの食べたと思うんですけど、その中で記憶に残ってるものあります？美味しかったもの。うん、あるある。え、何ですか？マジで気になるな。あのね、なんか、ま、看板はなかったの、うん、でマンションの一室 で、うん、でなんかその本当予約制のお店で谷町の方が連れてってくれたんだけど、はい、まあ、松茸とこの和牛のすき焼き。松茸と和牛のすき焼き。そう、松茸と和牛のすき焼き。そう、すごいな。そう、あのすごいそれ美味しかった。はー、すげえ。それがナンバーワンですか。それをナンバーワン、はあ、ちなみにそれ場所は東京なんですか。そう、東京。はい、場所を、ね、忘れたんだけど、場所は確かね、
青山の外れだったの気がする。そうなんだ、すごい。だしそれは気になりますね。バックさん本当たくさん美味しいの食べてるでしょうから。そうか、そう、やっぱ芸能人にもたくさん会ってますよね。会ってる。で収録現場とかも行くわけですもんね。そう。ちなみにそれでテンション上がった人います？あ、この人近くで見れるんかいっていう。あのね、俺ね、その洲本になったのが、会いたいなっていう芸能人がいたのね。お。それが俺ナインティナインだったの。ナインティナインさん、はい。そう。で、ほらグルナイとかさ、ついてた時すごいやったと思ってよ。そうか。でしかもあとめちゃイケ。はい。ほらめちゃイケも好きだったから。はい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 。今ちょっと出させてもらったのも嬉しいよね。あ、そうか。めちゃイケに出、あのあれか、ガリタ食堂でしたっけ。そう。そう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 。すごいな。普通に芸人の僕が全くできてない経験を相当やってますね。そう。どうでした、ナインティナインさんは。いや、すごい。なんだろう。ずっと喋るわけじゃないんだけど、はい、ほら、そのポイントポイントで、あ、こう言ったら面白い。ここは笑いを取るところだとか言ったときに、ちょっと、パッて言葉すぐ、正解を出す言葉がすごいなと思って。はあ、すごいな、うん、いい現場に行ってますね。ほら、笑いとかってさ、俺結構見てたけど、ほら、もう、ポイントポイントで正解を出す笑いったんじゃん。これはこの場でこう言った方が面白いっていう。そういうのに、ああしっかり考えて喋って笑い取るんだなっていうのは見て思ったね。確かにね、まあ、僕も考えてるんですけど何も思い浮かばないんですよね。あ、でこういうところにみんなの勉強させてもらいましたって言うんだなっていう、あ、そういうことなんだと思って。あ、なるほどね。芸人が勉強させてもらいましたっていうのはああいう現場見て。そう、確かにな、本当そうだよな。いい経験しますね、バクさんね。で、それでこの31の年に辞めるわけじゃないですか。どれぐらいから、あ、もうちょっと相撲界もう引退しようかなって思ったんですか。まあ李王関が引退したからだね。ああ、なるほど。それは李王関引退して なんでそういう気持ちになったんですか。まあね、最初俺新弟子入った時、3月で前相撲で5月から月見とついてたんだけど、はい、その時横綱がまだ大関、新大関の時に俺ついたんだね。お、新大関の時についたんだ、付き人に。そう、でその次の場所、7月は名古屋場所の時に、李王関は新十両で上がった時で、で、その時に俺、李王関にずっとついてたわけよ。ほう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 。で、そこからずっと李王関の下、付き人でずっとついてて、で、ほら、幕内に上がったり、十両を落ちて、幕下に下がっても結構よくしてもらってたから、で、結構仲良かったのね。でそれで、ほら、李王関引退して、もうそろそろ引退かなっていう考えた。わあ、だからもう、李王関が関取になった瞬間に、もう一緒に付き人ついて、もう苦楽ともにしてるから、もうチーム、竜王みたいなことですもんね。そうそう。そうか。うん、それを支える人が、もう引退したから、もう自分も、もうそろそろって思ったんですね。そうだったんだ。ほら、横断付き人とかも掛け持ちっていうわけよ。そうだ、その、はい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 。そうかそうか。僕だから横綱の付き人の印象はありましたけど、竜王関にずっとついてたんだって今、あ、そうだったんだと思いましたもん。
だ利用できは幕下に落ちて、で、そういう横綱メインで持ちきんじゃったから。まあ、しかも本当に掛け持ち、いろんな、ね、掛け持ちの仕事してたってことですもんね。うん。そうか。で、だからその、間近で新大関から横綱にこう、バーって駆け上がってるのを見たわけ、見てるわけじゃないですか。うん。それは、その、何か横綱って、これが強かったらみたいなのあります？徹底的な違いというか、他の人たちとの。あ、強かった。これが強かった。相撲の取り口じゃなくてもいい。あ、もちろんです。はい。すごい。だから、相撲の基礎であるその四股とかすり足、鉄砲は絶対必ずやる。あの、入念にやるなっていうのがあって。基礎。その基礎は、うん。横綱は絶対大事にしてたから、そういうのを見つけた。うん。だってもう、基礎の四股とか鉄砲とかって本当にその力士の方々ってつまらないし、もう結構疲れるからやりたくないし多いですもんね。そう。でも横綱はその基礎をずっと一人多くやってるから、多分そこであんだけね、あの年まで横綱張れるんだなと。確かにな、やっぱそうなんです。もう人より何倍も基礎練習、基礎稽古に時間かけてるわけですね。うん。そっかそっか。で、その、大関から横綱に変わるときって、付き人たちも何か変えることあるんですか？変える変える。まず付き人人数も変わるし。あ、そうか。え、何人から何人に変わるんですか？大関のときは3人で。はい。横綱の時は、ただ7人から10人はつけていいらしいんだけど、ほら、絶対最低も7人は必要なのね。それは、綱を締めるのにそれぐらい必要ってことですか？うん、綱を締めるのに。そう、だから、うん、だからよその部屋から、違う部屋から借りてきて。ああ、そうか、うん。そうですよね、ほんとね。大変。ほんとに。でだから千秋楽パーティーとかももう一気に豪華になっていくわけですもんね。そうそうそう、だから俺が知ってたこの千秋楽パーティーってのはその土俵の上にさ板みたいに引いて、これほら講演会の人たちを呼んで千秋楽パーティーなんだけど、まあ横綱とかそういう出ちゃったから人が増えるわけよ。うんうん。最初亀戸天神で移動したんだけど、うんうんうん、亀戸天神もうダメで、キャパが大きくな、人が大きくなりすぎて、今のあそこの、なんだっけ、あそこになった。結婚式場とかパーティー会場でね。そうそうそう。そういう時ってちょっと寂しさみたいなのあるんですか？その部屋でワイワイ少数制でやってたのを知ってる身としては、うん、俺はあっちの方が好きだったね。ああ、なるほど。でもその家族っていう感じでね。うん、準備するのがめんどくさいけど、うん、ほら、板とか引かなきゃいけないし、この鍋とかも用意しなきゃいけない、うん。大変だけど、でもああいうのを、ああいうやってきてくれるお客さんを大事にしたい。ああ、確かにそのね、その関取がそんないない時でも部屋に来てくれるお客さんですもんね。確かに僕もその時の時代って全く知らないので新鮮ですね、そういう話聞くのが、うん。ちなみにその親方とか師匠とか横綱からこう言われて、いまだにこう覚えてる言葉とかあります？覚えてる言葉、うん、俺昨日からずっと考えてたんだけど親方からすごい感動した言葉っていうのとか覚えてる言葉はないんだよね。まあまあそのね、その時は覚えてたり感動してるけど、もう今思うと忘れてるってことですよね。うん、そう、いやそういうのあったかなって言われて、そのアットホームしすぎってもあるよね。あ、僕もそれは思いました。
当にいい雰囲気ですよね。なんか、うん、もう平気でいじり合うし、そうそうそう、それを見てて新鮮でした。あ、こんな関係性なんかいいなって思いましたけどね。うん、そう、でも稽古の時はちゃんとピリつくけど。ああ、そうですよね。そのオンオフね。そう、オンオフはしっかりできてる。うん、確かに確かに。だ、言葉ではないそういう、まあ、仕事、今建設業やってちゃんと真面目やってますかって最初出たでしょ。はい。でもちゃんと真面目やってるので、オンオフはしてできるから。まあそういうのは覚えてはね。あ、確かにね、その相撲界にいたからこそのね、厳しさを知ってるから。うん。うん、そうか。え、まあ、横綱に言われてなんか覚えてることも特にないですか。横綱？はい。全部だけどね。あ、うん、まあ、横綱の行動とか全部見て、うん、言葉ではなくて、もうそういう、まあ、行動を見て、磨かなきゃいけないところが結構あったよ。うん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 、うん。その人との対する、接し方とか、そういう相撲以外でね。本当に相撲大好きな横綱ですもんね。そう。なんかあの、うん、僕はなんかその酔ってる時に iPad でその白黒で昔の相撲の映像を見て、なんかこうそれをつまみに飲んでるのを見た時あって、あ、すごい好きなんだなと思いましたけど、そういう場面なんかありました？ああ、だからね、横綱がさ、結構問題あったでしょ？あの、なんか、あの、小学問題とか、八百長問題とか。あ、はい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 。その人気がダメ、悪なんじゃないかっていう、そういう。ちょっとバクさん、すいません。あの、すごいいいこと喋ってるんでしょうけど、その、あの、電波で全然聞こえなくて、すいません。すいません。ちょっともう一回、もう一回いいですか？電波ジャックされた？はい、すいません。電波ジャック？電波ジャックはしないです、この2人の会話を。誰も注目してないです。なんかあの、相撲界がね、その騒動あって、落ち込んだ時に。落ち込んだ時に、その相撲の、だ自分の心配するんじゃなくて、その相撲の全体の心配してた。要は、相撲人気が悪くなるんじゃないかとか。これであの入ってくる人が少なくなるんじゃないかとか、そういう活気がなくなることに対してすごい心配してた、ね。はあ、そうか、うん、自分のことじゃなくて相撲界全体のことを。そう、だそれこそ、それほど横綱相撲が好きだったから。うん。すごい人についてましたね、本当に。で、あの、バクさん、その相撲をやってて、良かったことってあります？相撲界にいて。良かったこと？今その社会人になってみて思うこと。ああ、まあ精神的に強くなったのある。あ、はあ、なるほど。うん、あるし、まあその上限関係じゃないけど、そういう向き合い方っていうのは僕は変わってきたよね。まあ、あとこうやって知り合いとかね、すごい、まあ。増えたから、まあ、そこで、ね、何かの役に立つ、例えばいいんだけど、まあ、そういういろんなつながりというのができたから、よかったなと思う。その精神的に強くなったってことは、やっぱその、本当稽古とかあのぶつかりとかを経て強くなったってことですか？もうあるし、いや、それもあるんだけど、まあ、最初、少人数しかいなかったでしょ。はい。で、その4人しかいなかったって言ってたじゃん。うん、まあ、そこでいろんなことを、まあ、やり遂げたから、いろんな仕事を。はいはいはい、そう思うと、うん、まあ、強くなったかなと思うよ。まあ、そうですよね。4人でとてつもない仕事量を全てこなして、うん。うん。そう。それが22歳、3歳ぐらいってことですもんね。そう。そっ
多分今の部屋じゃ考えられないと思う、あいつら。今は本当に人数多いですもんね。俺すげえなと思う。うん。それでもちょっと嬉しいですか、やっぱ自分のいた部屋がこうやってどんどん成長していくっていうのは。まああるよ、それは。うん。あ、すごいな、人多くなったから。うん。本当ですよね。もう、宮城の部屋ってすごい部屋ですもんね。なんだろうね、ただ俺この前行ったの部屋に。はい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 。で、手ぶらじゃねえ、だから一応ドーナツ買ってたんだけど。おうおうおう。30個ぐらい買ったのね。はい。あ、やべ、これじゃ足らないと思ったぐらいだから。そうか。今じゃ30個でも足らないか。前までは30個で十分だったんだけど、はいはい。買ってた後に気づいて、あ、これ少ねえなと思いながら。すげえよな、ほんとな。そうですよね、マジで。そう。そうか。その、めっちゃ細田さんに1回目出てもらって、うん、その時にこうひったくり犯をね捕まえたっていう話して、うん、でもそういうのももう何の躊躇もなくできます、バクさんも。できるよ、この前捕まえたし。この前、え、なこの前捕まえたひったくり、うん、え、何を捕まえたんですか。それ盗撮犯。ええ盗撮犯、バクさん捕まえたんですか。捕まえた。え、バクさんが捕まったんじゃなくて。あ、そう、みんなそう勘違いするでしょ。俺はちゃんとオプションで入るから。やめてください。そんな、そこ広げなくていいんですよ。え、すごい。え、それ、どういう状況ですか。うん、あのね、俺、その、会社から現場行くときに、はい、いつも使う、経路あるんだけど、はい、で乗り換え で,、うん、で乗り換え口でエスカレーターがあるんだけど、はい、でそのエスカレーター降りたところにいつもこの変なおさんいるなっていうのがね、はい、最初はね、あのもまだもまったんだけど、うん、ほらなんいつもいるなっていうおっさんが いるから。あ、毎回いるんだ。毎回いる。ほうほうほう。もう1週間のうちに 4,5 回はいるから ほぼ毎日いるから、それで怪しいなと思って、でなんかちょっと俺遠目から見てたの、はいはいはい、そしたらさ女性の後ろついてってやっぱしてるわけよ、そういう行為。え、何をしてるんですか。携帯を出してる。そう、携帯出して盗撮。ほう、でそれ1回見て、その時俺声、あの、つかめられなかったのね。はい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 、はい。で、これ、知り合いの警察官に話をしたら、うん、あ、情報提供でなんか交番とかに行って話した方がいいよって言われたから、おうおうおう、話したの。はい。交番行って。はい。で、それで、今度そういうの見たらどうしたらいいですかって話したのね。はい。そしたら、とりあえず、あの、捕まえて、110番してくださいって言われてるから。おう。で、それで、でちょうど盆休みに入ったのね。盆休み、はい。入って、で、盆明け、はい、に、ほら、またその線路、線路とかの経路使うから、じゃあ、やっぱそのおさんいるわけよ。はい。で、ちょっと今日捕まえたろうと思って、で、そいつの、そのおっさんの裏に回り込んだの、俺。はい、後ろに。はい。うん。だから、やっぱり、あの女性の後ろに。ついてやっぱりやってたから、それ捕まえてダメでしょって言って俺捕まえた。すごっ。え、こう後ろにいて、こう、どう、え、こう捕まえたんですか。もう羽交い締めしたの。腕掴んだ。あ、ダメですよっつって。うん。すげえ。そう。で、それでね、はい、捕まえて110番して、はい。で、ほら、俺多分110番の言い方が悪くて、うん、なんかそのね、その一回かい、あの、その電車、駅名行ったんだけど、ほら、なんか駅名で変わるわけよ、要は、あの、乗り換えするとき。はい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 。ああ、なるほど、乗り換えで、ちょっと駅名が変わるってことですね。はいはいはい。そう。で、それ、また別の
あの駅名行っちゃったから、ちょっとお巡りさん来るの遅かったの。はい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 。そしたらそのね、あの犯人逃げ出したのね、おっさん。え、ほう。でも俺、その時相撲やってたらよかったなと思って。あの、やっぱ素人の立ち合いと俺の立ち合いやっぱ違うから、あの、俺立ち合い、もう素人に負けるわけないじゃん。はい、はい。だからすぐ捕まえられたよね。すごい、うん、大手柄じゃないですか。そうそうそう。それがもう先々2週間ぐらい前か。あ、そんなことあったんだ。すごいですね。そうそう。そこはもう何の怖さもなかったですか？あ、なかった。はい。やっぱ、元力士ってすごいですね。度胸と強さと。うんうん、なんかまあ、犯人捕まえた人、奇跡的に2連発になっちゃいましたけど。うん、すげえ。またそれ、犯人捕まえた人探さなきゃいけないね。でも、いそうですよね、こうやってね。さらっとこうやって話してくれるってことは、うん、他のね、力士の方もいそうですね、なんかね。うん、すごいな、ありがとうございます。いや、ちなみになんか今から相撲を始めようとか相撲部屋入ろうとか思ってる人もいると思うんですけど、そういう人に何かこう一言かけるとしたらありますか？うん、まあただ後悔だけはしないようにやんなきゃダメだよ。まあ、やってほら関取になれなかったとしても、そこで違う、ね、まあ、精神的にもあれだけど、まあ、覚えることもあるから、まあ、そこでやれなかったから諦めないで、まあ、次の目標を、ゴールをまた自分で見つけて、あのやっていってほしいですね。確かに。本当そうですね。うん、こんな俺ででも大丈夫。いやいやいや、本当になんかすごいいいです。最高です、今のところ。はい、あの普段のおちゃらけた俺じゃなくて大丈夫だった。いや、なんで途中で、あ、マジで下ネタだけ絶対言わないでくれって願ってるところは何回かあったんで、あ、言わなくて。はい、分かった。ちなみにその今の目標とかゴールというかは何ですか、バクさんの。そうね、とりあえず今の仕事を、まあ、人の落ち着かせて覚えてやって、まあ、まあ最終的にはね、そのやめてた相撲取りとか面倒見れるように頑張れて。うんうんうん、いや本当にありがとうございました、バクさん、お忙しいところ。いや、そうなんです。またよろしくお願いします。なかったらまたちょっとこのせっかくね、ズームできるようになったんでね。そうね、ズームでも落ち着いたらね、ご飯でもお願いします。うん、そう、あんま1対1じゃなくてね。なんで1対1嫌がるんですか？下ネタはなかなか言いづらいぞ。まあ1対1で下ネタ言ってたらもういよいよ末期ですもんね、本当に。でしょ。本当ですよ、本当に。うん、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マックさん、ありがとうございました。ありがとうございました。